みなさんこんにちは、のってんです。今回は小田健さんに来ていただきました。みなさんこんにちは、小田健です。よろしくお願いします。はい、今回は小田健さんと一緒にサイコパス診断をやってみようと思います。はい、サイコパス診断ってやったことあります？ない、はい、ということは小田健さんのサイコパス度はまだ未知数ということで、今回どのくらいサイコパスなのかが明らかになりますね。のってんさんのサイコパスって感じありますかね？私全然大丈夫です。一般人なので自分で自覚してるので。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、では1問目から。サンタさんがとある男の子にプレゼントをあげました。サッカーボールのプレゼントでした。しかし男の子はなぜか喜ばず泣いてしまいました。それはなぜでしょうか？シンプルに分からねあれじゃないですか、もう単純にただ単にボールじゃなくて違うものが欲しかったからじゃない？これ多分一般的な答えだと思います。ちなみにじゃあサイコパス的な考え方をするとどう思います？サイコパス的、多分これ言っていいですかね？どうぞ。足がなかったから。小田健さん、サイコパスですこれ僕分かった理由があって、なんか番組かなんかで同じものを見たことあるんですよ。ああ、そういうことですね。結構そうなんです、有名な問題なので今回は。あ、そうですよね、聞いたことある。それでは2問目。小田健さんは夜の山道を歩いていました。後ろから何かの気配がしました。はっと思って振り向くと、そこには何がいたでしょうか？1、人間。2、幽霊。3、犬。4、野生の動物。さあどれでしょう？お化けは一般人。あ、サイコパスの方は犬だそうです。まあここはギリギリ、ギリギリというか、はい、まあ大丈夫でしたねどうしてもサイコパスにしたいみたいあなたは車を運転していました。するとヒッチハイクをしている女性がいました。はいはい、で乗せてあげます。ただ女性が結構無礼な態度でちょっと嫌だなって思って、この女性を懲らしめたいなと思い始めるんですよ。でも結局何もせずに家まで普通に送り届けてあげました。はい、さてなぜその場では何もしなかったでしょうか？もう一回引き受けたから、責任感的な感じでこうなんか最後まで送り届けたって感じです。小田健さん、優しい方です。あ、そうだちなみにこれ一般の方は懲らしめるのが面倒くさかったとか我慢した。あ、なるほど。ただサイコパスの方の答えは、普通に家まで送ってその人の家の知らせした。やばいそれでは4問目。ある豪邸に強盗が入りました。いろんな金品を盗み、旦那さんと奥さんを殺しました。するとそこへ娘さん、女の子が来ました。ただ娘さんは笑顔で強盗をもてなしました。さてそれはなぜでしょう？警戒心をなくすため、強盗に殺されないためにまず相手をなんか和らげる。おやげさん、サイコパス。おお、和らげて危険度をなくさせて、その後こうバーンってそれ一般の方は、はい、女の子は両親が憎かったとか、サイコパスだと刺激しないようにされですね。それでは最後の問題になります。あなたは前代未聞の大量殺人を犯しました。そして死刑確定しました。死刑執行人にあなたは手紙を送りました。さてどんな内容の手紙だったでしょうか？多分その大量に人倒しちゃったのは、その倒しちゃった人たちは殺人した側の人をずっと昔からいじめてたとか、嫌なことをずっとされてたから、うん、違うんだ、本当は違うんだ、こういう理由があったんだみたいな。それで、はい、はい、今回の回答は一般人です。はい、一般人。ああ、その一般の方は死刑は嫌だなとか、ちょっと命乞いするような内容だったり、まあ、死刑を受け止めますとか、もうその死刑に対することなんですよ。ただサイコパスの方は死刑執行人のあなたより自分の方が大量殺人を犯していっぱい人を殺めてるから、自分の方が死刑執行人に向いているという手紙を書く。ああ、やばいっすね、それは。思考回路が全然わかんないです。言われてもなおわかんないわからないですねはい、以上、はい、5問終わったわけなんですけども、
ギリギリつま先をちょんくらいな感じでしたね。はい、ということで今日もバンナム TV を見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー、またねー。